今回の問題、 NTP は UDP の南蛮ポートを使って時刻同期をするために利用されるプロトコルです。世界共通の標準時間は何々として決められており、日本時間は JST として世界標準時間から何時間進んでいる、もしくは何時間遅れている。 NTP は何々という階層構造で負荷分散する仕組みになっています。 NTP クライアントで NTP サーバーを指定するコマンドは何々コマンドで指定します。当てはまる言葉を考えてみてください。少し時間を置きます。それでは答えの発表です。 NTP は UDP の123番ポートを使って時刻同期をするために利用されているプロトコルです。世界共通標準時間は UTC として決められており、日本時間は JST として世界標準時間から9時間進んでいます。 NTP はストレイタムという階層構造で負荷分散する仕組みになっています。 NTP クライアントで NTP サーバーを指定するコマンドはNTP サーバーコマンドで指定します。お世話になっております、マサルです。今回のテーマは NTP です。ネットワークデバイスを管理するのにとても大切な情報が時間です。それぞれのネットワークデバイスで時間が合っていないと、各機器でログの時系列を信用することができなくなり、ログとしての価値が著しく低下してしまいます。それぞれのネットワークデバイスで時刻を同期しておくことはとても大切な要素です。そこで時刻同期をする場合に利用されるのが NTP です。今回は NPT とは何か、 NTP クライアントの設定、小 NTP ステータスの見方を勉強した後に、実際にパケットトレーサーを使って NTP の設定をしてみたいと思います。それでは始めていきましょう。 NTP はネットワークタイムプロトコルの略です。 NTP は UDP の123番を利用しています。各機器で時刻同期するために利用されるプロトコルです。 NTP サーバーはインターネット上に存在しています。基本的には NTP サーバーは UTC という世界共通の標準時間と同期をするようにしています。 NTP は階層構造となっており、最上位の NTP サーバーは原子時計などから正しい情報を取得しています。この階層構造はストレイタムという値で管理されています。最上位がストレイタム1、階層が下になるごとにストレイタムの値が増えていき、最大で15まで NTP サーバーの階層構造ができています。この NTP サーバーと同期をすることで UTC に時刻同期をすることができます。管理者としてどのように LAN内の機器を NTP サーバーと同期させるかを考えたときに、方法はいくつかあります。一つの方法として、すべての機器をインターネット上の NTP サーバーと時刻同期させる方法があります。しかしこの方法はインターネット上の NTP サーバーにアクセスが集中してサーバーに負荷がかかりすぎてしまうこと、さらにインターネット接続できないサーバーは時刻同期をすることができないという問題が発生します。そこでもう一つの方法として、 LAN 内のサーバーで NTP サーバーを作り、その NTP サーバーに LAN 内の機器を同期させる方法があります。こうすればインターネット内の NTP サーバーに対する負荷が小さくなり、LAN 内でインターネット接続させない機器も LAN 内で用意した NTP サーバーと時刻同期をすることで全体で時刻同期をすることができるようになります。この動画を作っているときにちょっと気になったので、自分の使っている PC の NTP サーバーの設定を確認してみました。こちらが私のパソコンの NTP の設定です。 timewindows.com という NTP サーバーに接続していることがわかります。ちょっと調べてみると、この NTP サーバーはアクセスが集中しやすく、さらに海外の NTP サーバーなので、厳密にそして安定して時刻を同期させたい場合は日本国内の NTP サーバーに設定変更した方が良いという情報がありました。 NTP の設定一つとってもなかなか奥深いですよね。さてこちらの情報にも注目してみてください。 UTC プラス9時間となっています。世界標準時間 UTC よりも日本の標準時間 JST は9時間進んでいます。なのでこのように日本の時間 JST は UTC プラス9時間と記載されています。例を挙げると、 UTC が午前0時の時は JST が午前9時になります。 UTC が15時の時は JST が翌日の午前0時になります。このように世界の標準時間からプラス9時間されているのが日本の標準時間です。ここでは NTP クライアントの設定方法を見ていきます。
NTP クライアントが NTP サーバー 192.168.0.1 と同期をしたい場合は、 NTP サーバーコマンドを使って同期したい NTP サーバーの IP アドレスを指定します。非常にシンプルですよね。さらに自国同期する NTP サーバーを冗長化して複数設定することもできます。その場合はプリファーオプションをつけることで優先的に自国同期をする NTP サーバーを指定することもできます。このように設定しておくと 192.168.0.1 の NTP サーバーと優先的に自国同期をします。なお NTP サーバーと自国同期をするときに認証情報を設定することもできますが、認証を必要とする設定は次回の動画で取り上げます。次は小 NTP ステータスの見方です。いろいろ情報が書いていますが、小 NTP ステータスで1行目の部分、こちらの意味がわかるように見方を覚えておきましょう。まずはクロックイズシンクロナイズド、これは時刻同期がされているという意味を表しています。次がストレイタム16、このストレイタムは同期したサーバーの値に対してプラス1した値になります。つまりストレイタム15の NTP サーバーと同期したということになります。最後が参考にした NTP サーバーの IP アドレスが記載されています。このように1行目だけでも意味がわかると、小 NTP ステータスの見方が随分わかりやすいと思います。それではここまで学習した内容でパケットトレーサーを使って NTP の設定をしてみましょう。その前に少しだけお知らせをさせてください。私はネットワークを基礎から学んで CCNA を取得するためのオンラインコミュニティ、みんなの勉強部屋を運営しています。2023年何か新しいことを始めたいと思う方、大人の習い事としてネットワークの知識を一緒に学ぶのはいかがでしょうか。私たちの生活にインターネットは欠かせないものとなっており、エンジニアとしてネットワークは知っておきたい基礎知識となっています。コミュニティには現在ネットワークエンジニアとして働いている人だけではなく、これからネットワークの勉強をしてみたい方、様々な人が参加してくれています。ぜひコミュニティを活用して横のつながりを作り、情報交換してみてください。興味を持ってくださった方は紹介動画、参加 URL を概要欄に貼ってあるので、ぜひ一度ご覧ください。それではこちらの構成を使って NTP の設定をしてみたいと思います。 NTP クライアントがこちらの NTP サーバーと時刻同期できるように設定したいと思います。まずは事前確認として、 NTP クライアントが NTP サーバーと通信できるのかピングを行っておきましょう。問題なくピングが成功していることが確認できました。この状態で NTP のステータスも確認しておきましょう。小 NTP ステータスを確認すると、現在 NTP は設定されていないことが確認できます。次は小クロックディテールでルーターが管理している時間の情報を見てみましょう。すると時刻情報が表示されていますが、この時刻情報はハードウェアが持っているカレンダーに基づいた時刻情報であることが表示されています。では次に NTP サーバーの設定を見ておきましょう。サービスタブから NTP を選択してください。 NTP のサービスがオンになっていることを確認し、認証情報はディセーブルにしておいてください。 NTP サーバーで管理する時刻情報を設定することができます。こちらは任意の時間情報にしていただいて大丈夫です。今回は分かりやすいように2023年の1月1日にしておきたいと思います。では NTP クライアントから NTP サーバーを指定して時刻同期をしてみましょう。コマンドは NTP サーバー 192.168.0.1 です。設定を投入します。ではこの時点で小クロックディテールを確認してみましょう。小クロックディテールを確認すると、まだハードウェアのカレンダーを参照していることが分かります。 NTP サーバーとの通信は少し時間がかかるので、ここの状態がまだ変わらないようであれば、ここの矢印ボタンを押して時間を進めていってください。何度か矢印ボタンを押して時間を進めました。もう一度小クロックディテールを確認します。するとタイムソースが NTP に変わりました。そして時間も2023年の1月1日に変わっています。無事に NTP サーバーと時刻同期をすることができました。小 NTP ステータスも確認しておきましょう。小 NTP ステータスを見ると、時刻情報が同期されていること、ストレイタムが16なので NTP サーバーのストレイタムは15であること、参照した NTP サーバーの IP アドレスが 192.168.0.1 であることが確認できます。無事に NTP を使って時刻同期をすることができました。うまく時刻同期をできない方は IP アドレスの設定をもう一度確認していただくのと、同期するまでの時間が経っていないだけかもしれないので、こちらの矢印ボタンを使って時間を進めてみてください。それでは今回の実習は以上です。お疲れ様でした。それでは今回の動画のまとめです。 NTP は UDP の123番ポートを使って時刻同期をするために利用されるプロトコルです。
世界共通の標準時間は UTC として決められており、日本時間は JST として世界標準時間から9時間進んでいます。 NTP はストレイタムという階層構造で負荷分散する仕組みになっています。 NTP クライアントで NTP サーバーを指定するコマンドは NTP サーバーコマンドで、同期したい NTP サーバーの IP アドレスを指定します。それでは今回の動画は以上です。もし今回の動画がお役に立てば、高評価チャンネル登録をしていただけるととても嬉しいです。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。